お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。慶応学ナイターに予選ということになっておりますのでね、6レースから12レースまでしっかりとね、観察の方をしまして、準決勝、決勝のね、的中率を上げていきたいなというふうに考えております。6レースから12レースの予想の方はね、メンバーシップの方で出しておりますので、予想がね、気になられた方は説明欄にメンバーシップ登録の URL 貼ってありますので、そちらからご登録お待ちしております。さあ、それではね、12レース、並びの方を見ていきましょう。4、2、7。4番の中釜に2番の川口。7番のね、上田が固めます。1、5、8。1番の河合に5番の平原。8番の高橋が回ります。6、3、9。6番の佐々木に3番の山崎。9番の五日市ということで、ライン3分線。そして、4番の中釜は、後ろが、まあ、近畿ではなくて中部ということで、中近連携ということであれば、まあ、自分が勝つ競争をするのかな。と1番の河合は後ろに平原がいますので、まあ、平原をね引き出しつつ、自分もね2予選通過していけばいいなという走り、6番の佐々木も後ろに山崎がいますので同じね、走りをする、まあ、基本的には引き出す競争をするんじゃないかということで、あとは1番の気持ちが強いのか6番の気持ちが強いのか、1番と6番でやり合えば4番のねまくり頃になるんじゃないかというふうにね、考えて、でまあこういう時っていうのはね、基本的に私は東北の方が結束力が高いんじゃないかなというふうにね、考えておりますので、6番が行って3番の番手まくりということでね、3番から行きたいなと。オッズの方を確認していきますと、まず3級の突き抜けでもね 17.9 倍あると。そして34ですと88倍、35はね安いですね、 11.7 倍と。ここはまあ平原絡みなんでしょうがないかなと。あとは3番2番 27.6 倍というね風になっていると。あとは3からの抜けで31でも46倍ですし、サブ6ですと 85.8 倍ということになってます。で本来だったらね平原から抑えということになるんでしょうけれど、まあ今の平原ね、まあそこまで神通力はないんで、展開が目いっぱい向いた時っていうのはもちろんね、頭にきますけれども、まあちょっとね、ここ狙うより4番狙った方がね面白いのかなということでね、穴で4番から狙っております。4に64倍の45が 61.5 倍、41が200倍、46が300倍超えているということになりますね。まあ少しでいいですよね。ということなんで、まあ山崎からしっかり狙っていって、まあ4番ね、薄く、まあ2車段マンコロというところをね、がっつりと狙っていきたいかなというふうに思ってます。あとはね、1番の河合が頑張ればね、まあもちろん5番の平原からということになるんですけれど、まあ平原からだとね、安いですしと。そしてまあここね、1番ラインも6番ラインも2段掛け体制ということがね、ありますので、ここは東北のね、頑張り、踏ん張りにね、期待していきたいと思います。それでは、スタートです。1番和歌山、東口義友。2番福岡、岩谷拓馬。3番茨城、芦澤大輔。4番東京、鈴木玄斗。5番福岡、小川祐介。6番岩手、照井拓成。7番愛知、藤井優吾。8番山梨、志村大河。9番北海道、菊池慶翔。第6レース2次予選がスタートです。外9番の菊池慶翔、まず前に出ていきます。6番の照井拓成、1番東口義友、2番の岩谷拓馬、3番芦澤大輔です。そして7番の藤井優吾、あとは4番地元鈴木玄斗、5番小川雄介、現在ラストは8番の志村大河です。3コーナーからまずは初回の4コーナーへと入っていきます。6番の照井拓成が前に上がりました。自力あります照井、昨日は見せ場なく終わっていますから、ここはなんとか見せたいところです。照井拓成。9番の菊池慶翔マークです。6番9番と北の2人が前段、7番の藤井優吾が3番手の位置取り、昨日は得意の先行策坂口にかわされましたが3着でした。7番の藤井、つけては1番の東口義人も、ここ人気が集まりました。まくり差しとシャープです。東口初日特選は短期で4着でした。1番の東口、7番1番中部近畿の2人、3番手4番手、あとは5番手2番の岩谷拓馬です。先行まくり、一次予選藤井に叩かれて4着でした。
審議ランプが点灯しております。第1コーナー審議ランプが点灯、審議となります。正式決定までお待ちください。4番選手は最終周回第1センター付近において2番選手に対して外対線の内側に入り、2番選手の自転車を故障させ事後の競争に重大な支障を生じさせましたので失格となりました。1番広島町田大河、2番埼玉宿口陽一、3番宮城阿部拓馬、4番岩手佐藤弘樹、5番神奈川小原大輝、6番佐賀成松春樹、7番千葉根田隆、8番東京岡本博、9番福岡園田拓海。第7レース号砲なってスタートです。二次予選競争、5番の小原大輝まず上がります。3番の阿部拓馬、そして2番の宿口陽一、インコース1番町田大河、4番の佐藤弘樹その後ろです。6番成松春樹、そして根田隆も前に上がっていく。8番岡本博、9番の園田拓海です。園田も前に上がっていきます。さあスーッと外、7番の根田隆が上がってきました。一次予選では後方から一気にまくっていきました。根田隆です。誘導の後ろ、2番手5番の小原大輝、昨日は根田とワンツーでした。サイド根田マークとなります。7番5番難関の2人が前段です。3番の阿部拓馬がこれで3番手の位置。一次予選では強襲撃、10秒9のラップで突っ込んできました。3番阿部拓馬、4番の佐藤弘樹マークです。3番4番遠くの2人、そして1番の町田大河、真っ中段5番手に構えていきます。一次予選まくり快勝の町田、好スタートを切りました。ここはどうでしょうか。9番園田拓海のマーク、広島町田が先頭に変わって園田拓海がマーク、6番の成松、さあこの辺は西の3人が前段と変わって、宿口は4番手、3番阿部が6番手、根田隆は8番手です。さあ一本棒第4コーナー回っていきます。町田大河が全速力先行です。ラスト1周切っています。先行1番の町田、番手9番園田拓海、絶好の体勢、あとは6番の成松、西の3人飛ばしていく。2番宿口4番手動いていきますが、後方から根田のまくりは中段外、ちょっと鈍っている、スピード鈍った、宿口が中段ですがどうか、直線です。町田先頭だ、後ろから園田突っ込んできた。3番選手が落車した件で、最終周回決勝戦前における3番および8番選手の走行について審議しましたが、両者の走行に違反性はなく、落車は3番、8番並走となった際の相互接触により発生したものであり、それぞれ失格とはなりませんでした。1番福島小松崎太一、2番京都稲垣博之、3番愛媛佐々木豪、4番岡山藤原俊太郎、5番京都畑田嵐、6番三重柴崎俊光、7番福島星野博樹、8番大分安藤博隆、9番宮城阿部力也。第8レース号砲なってスタートです。二次予選競争、7番の星野博樹、そして9番の阿部力也と上がっていきます。あとは2番の稲垣博之、最内1番の小松崎太一、8番安藤博隆、外上がっていく旗壇嵐、6番の柴崎、離れては4番の藤原俊太郎、最後方からは3番の佐々木豪です。
まずはこの体勢で初回の第4コーナーへと入ります。星野博樹が前に上がっています。動ける星野博樹、昨日はうまく佐々木豪の後ろにつけていきました。結果は3着でした。7番の星野博樹、つけては1番の小松崎太一。初日直線新田の幕を追い込んで勝っています。小松崎太一2番手、3番手9番の阿部力也です。突っ込み足は定評あります。阿部力也7番1番9番、この辺が遠くの3人前段の位置。5番の旗団嵐が4番手の位置をキープです。自在の旗団、一次予選コース取りうまく1着に来ました。つけては2番の稲垣博之です。昨日一次予選うまく切り替えて2着でした。2番の稲垣、あとは6番の柴崎俊光です。この辺が近畿中勢中段です。5番2番6番、あとは後方に藤原俊太郎です。強力先行で鳴らしています。藤原俊太郎、昨日は最後3着に突っ込んできました。その藤原には3番の佐々木豪のマークとなります。昨日は得意のまくりでしたが末回転の6着、ここは藤原マークです。あとは8番の安藤博隆、この辺西勢後方から上昇です。さあ4番の藤原俊太郎前に上がってきました。振り返った7番の星野博樹、どうしますか。ここはすんなり引くか突っ張るか。さあ運から7番の星野も踏んでいく。外4番の藤原俊太郎、さあもがいけとの戦です。小松崎先頭だ。後ろ9番のアベリキアですがどうか。星野が行って車間切ってアシストした1番小松崎、詰める勢いでまくってきました。あとはアベリキア、そして稲垣3着です。ゴール戦場は小松崎太一、そしてアベリキアに2番の稲垣。ただいま1番東京鈴木隆二、2番三重坂口康介、3番佐賀立部風磨、4番徳島原田健太郎、5番三重皿谷豊、6番愛知愛嬌博之、7番神奈川北井勇気、8番東京朝倉義弘、9番福岡松尾徹。第9レースがスタートです。日予選競争、1番の鈴木隆二まずは前に上がります。2番の坂口康介、外は9番の松尾徹です。あと後ろは4番の原田健太郎、少し離れては3番の立部風磨、7番の北井勇気、8番の朝倉義弘、その外5番の皿谷豊上がってきます。あと後ろから6番の愛嬌博之。まずは序盤戦固まっての初回の第4コーナーへと入っていきます。鈴木隆二が前に上がって、これでどうでしょう、7番の北井勇気が前に上がってきました。ここは鈴木隆二迎え入れそうです。7番の北井が前に入って誘導の後ろ、2番手1番の鈴木隆二、あとは8番の朝倉義弘です。7番1番8番、この辺が3人並びました。あとは5番の皿谷豊です。4番手の位置取り、初日はジャン先行も小林大成にまくられました。それでも2着にとどまっています皿谷。その皿谷の後ろから2番の坂口康介です。先行力あります。一次予選の最後まくり迫っての3着でした原田健太郎、ここも短期の競争。そして3番の立部風磨、8番手から動いていきます。9番の松尾通る、3番9番とこの辺は九州の2人。さあ3番の立部風磨前に上がってどうでしょうか。前で待っている北井勇気ですが、外から3番の立部風磨、さあ北井が察知して、さあインから7番の北井が突っ張るか。外から3番の立部、残り2周の赤番です。7番の北井勇気が先、激しい先行争いで位置取りがガラリと変わりました。期待がいったんですが、後ろには5番のサラヤが入るような感じから直線では追い込んでの1着、後ろは立部風磨がいました。ゴール線上は5番のサラヤ、
あとは3番立部、長番の期待は3着です。1番岡山樫野智則、2番東京高橋気づき、3番福島新田雄大、4番岡山蛭田宗一郎、5番群馬小林大成、6番神奈川村上直久、7番青森新山正史、8番宮城庄司信弘、9番広島池田亮。第10レース号砲なってスタートです。日予選7番の新山正史、まず上がっていきます。1番樫野智則、そして2番の高橋気づき、3番は新田雄大、8番庄司信弘、6番の村上直久、あと離れては5番の小林大成、9番の池田亮、ラスト離れては4番岡山蛭田宗一郎です。3コーナーそして4コーナー、新田雄大上がってきました。前を取っていきます。初日特選では混戦、まっすぎをまくっています新田雄大、最後は2着でした。そして7番の新山がマークです。1予選3着、ここはまず新田にしっかりとつけたいところです。後ろ8番の庄司信弘、3番7番8番遠くの3人、まずは前段です。そして6番の村上直久が4番手、短期の競争、あとは4番の蛭田宗一郎です。まあ、中段5番手に構えていきます。先行まくり、1予選は中段も河合の先行はまくれませんでした。4番の蛭田、後ろ1番樫野智則です。昨日は久玉から1予選2着でした。しぶとく突っ込んできます樫野。そして9番の池田亮です。昨日はちょっと佐々木号のまくりに離れました池田亮。あとは後方に5番の小林大成、現在8番手、つけては2番の高橋気づき、1予選吉田優希マークから4着です。地元ホームの高橋小林マークです。さあその前の小林が上がっていきます。さあ前に上がっていく5番の小林大成、待っているのは新田、樫野の牽制かいくぐった5番の小林大成。さあ後方からまくった新田ですが、最後の最後は2着でしょうか。まくり開始勝5番の小林大成、あと外からまくってきた新田が2着です。3着かどうか、4番の1番静岡道場紀則、2番栃木坂井陽、3番徳島久田優也、4番静岡望月英吾、5番香川香川雄介、6番富山笹倉慎也、7番北海道川津勇気、8番千葉石毛克幸、そして9番福島佐藤慎太郎。第11レースがスタートです。二次予選、まずは誰が前に上がるか。内から道場紀則、道は上がっていきます。挟まれて2番の坂井、外側に5番の香川雄介、この3人が前を争っていきます。あとは離れてはどうでしょう。3番の久田優也、6番笹倉慎也、そして9番佐藤慎太郎、河津勇気、望月英吾と8番の石毛克幸です。まずはこういった体制、初回の第4コーナーへと入っては、後方に3番徳島久田優也です。現在7番手、昨日はジャン先行でしたが同期鈴木玄斗にまくられました。それでも3着です。3番の久田、そして5番の香川雄介マークに入っています。一次予選では蛭田マークから4着です。香川雄介しぶとい足、あとは6番の笹倉慎也です。中四国勢のいや四国勢の後ろから笹倉慎也となりました。さあ動きが見られて、インコース1番の道場、外3番の下田、さあインから1番の道場が突っ張って、後ほどの審判放送までお待ちください。
第11レース日予選でした。1番、3番、4番および8番選手が落車した件で、最終周回第2センター付近における2番、3番選手の走行について審議しましたが、両者の走行に違反性はなく、落車は2番選手の内側への動きと3番選手の外側への動きがある中で発生したものであり、それぞれ失格とはなりませんでした。1番東京河合優也、2番岐阜川口幸太郎、3番福島山崎義人、4番大阪中川俊政、5番埼玉平原幸太、6番福島佐々木健二、7番三重上田邦弘、8番埼玉高橋光大、9番青森五日市誠。第12レース最後の二次予選がスタートです。大声援に迎えられました。9番五日市誠、まずは出ていきました。8番の高橋光大、2番の川口幸太郎、そして地元ホーム可愛いです、平原幸太、7番の上田邦弘、6番佐々木健二、3番山崎も上がっていきます。4番の中川俊政、まずは固まっての序盤戦、2センターから初回第4コーナーへと入ります。五日市が前に上がって、これで佐々木健二が上昇です。初日は中段から境にまくられましたが4着でした。佐々木健二前に入りました。3番山崎がこれで2番手からです。昨日は木村幕から、最後は番手から出ていきました。まず1勝しています、3番の山崎、そして9番の五日市誠です。ここは遠くの3番手、6番3番9番、遠くの3人前段です。河合優也4番手の位置、1次予選先行して2着に粘っています。地元ホーム気合十分河合、後ろは5番の平原幸太です。初日直線5着も、ここは河合をうまくリードしていきたいところです。平原幸太、あとは8番の高橋光大です。この辺が最強勢、中段の位置、1番5番8番、あとは候補に大阪中川俊政です。7番手、2番の川口幸太郎マークです。初日は最後2着に突っ込んでいます。差し足強烈です。2番の川口幸太郎、7番の上田邦弘、その後ろです。候補4番2番7番、この辺が近畿中部勢後方待機から上がっていきます。3人あたり混戦でした。混戦でしたが、外4番車大勢有利か。さあリプレイで振り返っております。河合が行って、もうこうなればという感じ、余裕しゃくしゃくの平原、左右見てのゴールです。3人あたり突っ込んで接戦でしたが、大外4番車中川あたりが2着、5番4番はい、それではね、振り返りの方行きましょうということで、1番のね、河合、ここはね、中段からのスタートということになってますんで、4番のね、中釜が、後方からまずは動いていかないといけないと。まあそこをね、6番の佐々木が突っ張るのかどうかというところですよね。こうなってくると、1番の河合は動かなくていいのかというね、ことになってきますんで、足ためれる展開になるのかと。6番の後ろの3番の山崎ね、絶好の展開が予想されると。さあ、ここでね、突っ張るか突っ張らないかというところですけど、もう突っ張る気満々ですよね。中側もすんなりとね、下げていきますということで、まあ、いわゆるブーメランで来らずと。ただ、中側がね、よく突っ込んできたなということでね、私、中側からね、穴でね、狙っておりましたので、まあ、突っ込んできてくれて助かったなというね、部分があったんですけれど、まあ、平原、この展開になればね、余裕がありますよね。まあ平原、あとはね、まあ3番のね、山崎が来てるので、内をギュッと締めていきながらと、ここでね、山崎コースを潰しておいてと、あとは1番残ってくれよということでね、しっかりとゴールしてからね、見てますけれども、ちょっとね、残らずと、
で外の方がね伸びてきていたというねレースになりました。はい、今日のね、私は6レースから12レースまでね予想の方を出しておりまして、7レースね久しぶりにね3連単書いてみたんですよと。そうするとね 48,940 的中ということと、あとはね9レースですよ、来ましたよ2社単マンコロ、しかもね 39,70 ついてるということで、これはもうね2社単でも十分じゃないかなというふうに思うわけなんですよね。そして小林大成のレース、僕も 45,570 つきましたし、まあ最終レースね、こちら54,2880ついたということでね、まあ今日はね、かなり的中率も高かったですし、回収率の方もめちゃめちゃ高かったと、まあ、いうことに、ね、なっていきます。明日は準決勝戦ということになりますので、6レースから12レースのね、勝ち上がりの方の選手のデータはすべて頭の中にインプットができたということで、明日の準決勝戦もね、今日と同じぐらいの的中率を出していきたいと。明日も6レースから12レースまで予想の方をメンバーシップの方で出していきますので、予想が知りたいなと思われた方は説明欄に登録用の URL を貼ってありますね。そちらからねご登録していただければと。あとねチャンネル登録していただいておりますと、今日私が当たったのか外れたのかというのね、まあ、しっかりと毎日当たっても外れてもね投稿の方で結果の方を出しておりますので、まあ、そちらの方もねチェックしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また明日の競輪でお会いしましょう。さようなら。